93年からは A 代表のスカウティング担当、まあ、隠れて見に行こうとして期間中でこうやって怖っ。ドーハの悲劇と言いますか、うん、ワールドカップ出場逃すじゃないですか、うんはい、何を語ったんですかオフトさんは。5セコンド、うん、5秒で俺らを失ったんだ。選手からコーチになってなんかこう考え方とか心境の変化とか、うん、行き詰まったね。ライセンスの勉強もしてるから、はい、サッカーこうなんだって言っちゃうんだよね、はい、そうすると選手の方がよっぽどそれよりも考えてるから衝突はよくしてて何言ってるんですかってこうなるわけだよね、はい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 、でまあ言い合いとかにもなったことも若い頃は、自分もね30ぐらいだし、まあ、うまくいかないことの方がほとんどだから、まあ、あのこんなコーチだから。いやでも監督には言わないんだけど、まあ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 そうかもしれない。でもコーチがそういう意味ではいい緩衝材になったりもするんですよね、うん、そのマックスがトルチエ時代だからねこの話はすごい聞きたい。で、あの92年にナショナルコーチングスタッフになられるんですよね、はい、これどういう経緯で代表チームのスタッフになるんですか。93年にJリーグが始まる93年、はい、その前年に、はいまあ、西野さんがアンダー20のワールドカップ目指すチームのコーチだったんですね。その上にあの永井さんっていう監督がいらして、はい、永井さんがジェフのJリーグの監督になられるということで西野さんが監督になるからということで、はい、でコーチが不在になっちゃった、はい、でコーチ誰かっていうので日本協会から、はい、あいつ暇そうだろうって感じで本当ですかそれ僕が辞める頃のヤマハは選手毎年10人ぐらいあの取ってたんですよ。でそれ3年やったら30人でしょ、はい、ってことは早く辞めるやつがいるっていうことで、はいはいはい、これでチーム強くなるわけねえなと思って、はいはい、で当時の監督に、はい、ちゃんと選んで取りましょうよって言って、どうって取んだよお前みたいな話だったから、はいはい、いやいや見てくれゃいいじゃないですかって、別に高校選手権も見たはず、い、で誰が行くんだよ、じゃあ僕行きますよって言って、はい、選手見て歩いてた。スカウトがいない頃にスカウトして、はい、インターハイとか行って、あいつ良さそうだなとか、そんなことやってた。 で日本協会の協会の責任者がお前選手よく知ってるからぐらいじゃないのかいろんなところに顔を出して選手の情報もあるし、はい、でコーチ手伝えないかっていうので、はいはい、でヤマハにも話が来て、はい、ヤマハに止められなかったんですか。うあのヤマハコーチ何人もいたから、お前ちょうどいいから、いいぞ。その監督が西野さんだっていうことは当然、うん、聞いてますよね、はい、で西野さんとは当然付き合いがありますもんね、まあ、久々なんですけど、はい、学生時代 の代表仲間みたいなので、もう西野さんの足を蹴ったら何やってんのって女性サポから怒られるような立場だったからまあ4年と1年というのもあるしね。西野さんは当時スーパースターですね。スーパースター、高校選手権もスーパースターで、はい、で大学でもスーパースターで、うん、プリンス西野だから、あのプリンス西野は初耳ではあるんですけどで93年からは A 代表のスカウティング担当もされてるんですよね、はい、西野さんと一緒にこうやるんですよね。そうそうそう、ユースやの監督とコーチだったんで、はい、当時その分析担当がいなかったんで、うん、でもうみんなでコーチングスタッフで回していくっていう感じで、うんうんうん、オフトが監督でドーハの悲劇の時に、はい、お前ら手伝えみたいな、はい、試合今度あるから、うん、お前あのマレーシアに行ってみてこいとか、うん、何見てくればいいですかって言って、ノート2ページぐらい見る項目、前半の15分までにここ見てこいとか、フォーマットが決まってるんですね。もうあの決まってないんだけど、全部俺が何見てくればいいですかって聞いて、聞いに行って、でそれメモして、センターラインとフォワードのラインがどこからどこの幅にまず構えるのかとか、で前半と後半でどう変えてくるのかとか、いろんなことを全部こうメモってて、そういうのを報告するような立場だったんで、まあ、それはすごい勉強になって。じゃあ日本代表のスカウティングの走りは西野さんと山本さんがやられてたってことですか。代表戦でいうと、そのドーハの、うん、ワールドカップ予選初戦のサウジで、まあ、北朝鮮、はい、韓国、はい、まあ、イラン、イラック、イラック、こう、まあ、6チームで2チームが行けるっていう時にスカウティングしてたんで、なんか問題もあったんですよね、うん、ありがとうございます。毎日西野さんとそのサウジの初戦だから、はい、サウジ戦が一番重要、はい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 、でそのサウジのホテルのロビーに行って、スケジュールも分かんないからロビーで西野さんとコーヒー飲みながら、
あいつ誰だとこんなちっちゃなこのメモも込みながら、でもみんなひげで分かんなくて練習出るぞとか言ってバスが来たらタクシー呼んできますとか言って追っかけましょうとか言ってついてってついてってで、だん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 今度慣れてくるとどこで何時から練習するかみたいなの分かってくるんで、今度先回りしてで隠れてみてしたら、まあ、軍隊がその警備してるんでそいつに見つかって機関銃でこうやってそれどう思ったんですかその当時。機関銃って冷たいんだなと思ってえ、機関銃ってどういうことですか。え、突きつけられるって機関銃をこうやられてあっち行けって言われて、まあ、なんだって言われて怖っ。そんなことやってたんですね。あの大本さんってどんな監督だったんですか、うん、日本代表をやられた時。いろんな改革してくれたと思うな、まず合宿地とかがすごい変わったし、はい、ホテルとグラウンドの関係性とか、うんうんうん、そういうのがグレードがポーンと上がった感じ、まあ、J リーグができるっていうこともあって、ミーティングもパソコンでいろんなことができる時代じゃないんで、はいはい、紙に書くんで、はいね、こういうふうにピッチって書いちゃうでしょ、はい、こうやって、音はこう斜めに書いてこう。確かにでしょ、そんな感じでしたね、うん、何を重点的に言いたいかによってそっちを大きくしてて、攻撃方法とか守備とか説明するところがこう立体になるように書くじゃないですか。それ使い分けてるんだなっていうのがあったりとか、うん、面白い。選手にこうより分かりやすく伝わりやすくしてるんだなっていう工夫はもう、それが正邦さんのミーティングにつながっていくわけですねあの93年日本史上初のワールドカップ出場かかったアジア予選最終予選ですよね、うん、の時に韓国と北朝鮮の解説をしていたんですよね。よく知ってましたね。これどういった経緯で解説やることになったんですか。僕と西野さんがスカウト相手の分析担当で、まあ、はい、要するに他の5チーム韓国、北朝鮮、サウジ、イラクのことを全部分かってるから、はい、最終戦だけゴールアベレージのことがあるから、あの3試合、はいはい、同時キックオフになるん で、はい、でそれを当時の団長だった川淵さんが、川淵さん、お前北朝鮮と韓国のことよく分かってるだろって言って、はい、はいっつって、ちょっと人が足りないらしいからそっち行ってくれって言ってくれと、俺ワールドカップ出場の瞬間見れないのみたいな感じになって、はい、断れるもなく行って、ここまで来ていよいよワールドカップかっていう時に韓国と北朝鮮の試合、でもそれその最終的に、うん、まあ、日本があのドーハの悲劇といいますか、うん、こうワールドカップ出場逃すじゃないですか、うん、はい、同時刻で松坂さんは向こうの解説やってるわけですよね。やってるんですよ。どういう状況だったんですか。いや気持ちは入んないし、向こうの経過を教えてくださいよって、はい、で言って、はい、見て喋ってるんですけど、はい、差し紙ってやつでディレクターが 1-0 とか書いて見せてくれて、うんうんうん、終わったら俺すぐ向こうに行くんで、あの車も用意しててくださいよとか、ね、うん、そんな話してた、うんうん、早く終わんねえかなこの試合と思う。どっちで先終わったんですか、韓国の試合と日本の試合は。北朝鮮と韓国の試合、韓国の試合先に終わって、はい、でそれでとてつもない光景を見てしまったんだけど、うん、その時韓国3番手だったから、うん、日本がとサウジが勝ったらいけない状況だったんで、うん、北朝鮮勝たないかなって内心思いながらやってたんですよ、はい、試合が終わって 3-0 の韓国が、でも韓国日本が勝ってるって聞いてるから、うん、元気なくサポーターのところにこんな感じで歩いてったんです、うんうんうん、そしたら突然ベンチの方から韓国のスタッフが一人もうとてつもないスピードでダッシュしていって、うん、うわーってなんかおーって言い始めて、あサウジがやられたんだって、はい、と思って、はい、日本が勝ってるってしか聞いてないから、うん、はい、そのディレクターの人がこうやってこうやってやるからもう V サインかと思ってたんですよなるほど。そしたらそれは 2-2 になっちゃいましたっていう意味だったの。うわー、で何やってんのかなと思って、はい、で中継終わって2-2ですって言われて、入試で勝ってって言ってたじゃない、いや最後やられたんですよ。うわでその日ホテルに帰って、はい、夜、はい、オフトの集合があり、何を語ったんですかオフトさんは。
オフトが一番言ってた言葉は、うん、ファイブセコンド、うんうん、5秒で俺らを失ったんだって、うん、であれも彼もこういう浮かぶんだろうね、うん、もうそれが一番5秒の怖さみたいな、うん、オフトがもう5秒で失ったんだっていうのをもうずっと言ってて、でその時にサッカーって奥が深いって、まだ俺たちになんか足りないものがあるんだよっていうのをまあ教えてもらったような気がして、うん、あの福田さんがチームの雰囲気ってどんな感じだったんですか？何も覚えてないんだよ。ずっと下向いてたから、なんか見たくない、自分の気持ちをシャットアウトしたかった、うん、現実を受け入れたくない、うん、そんなものがやっぱそういう風にさせたのかなと思うね。何も覚えてないから、本当に皆さんそんな感じだったんですよね、うん、みんな覚えてないかもしれない。何が起きたか理解できなかったっていうのは正直な感じで、本当どうやって帰ってどうやってご飯食べたかもよく覚えてないぐらい。そしてまたあれですもんね、そのカタールというか、まあ、ドーハというかの地でそこで戦ってた森保さんが今挑もうとしてるっていう、これもすごくなんかストーリーが続いてるなって思いますよね、うん、ドラマ性があるっていうか、うん、歴史がつながってるなっていう、うん、そのなんかやってもらいたいね、うん、そうですよね。西野さんってどんな人だったんですか？人の話をよくよく深く聞いて、うん、なんか教えるっていうよりもう気づかしていくみたいなタイプの監督だから、奥が深いと思う。あ、そうなんですか、うん、なんかその相性がすごく良かったっていう話も聞くんですけど、あの正邦さんってどういう存在ですか？西野さん、真逆だね僕とね。だからあいつほど緻密なやつはいないのよ。うん、じゃあすごくいいバランスだったんですか？正邦は多分もっとちゃんとやってくださいよみたいな感じ思ってたかもしれないしね、はい、俺は本当にありがたかった。僕が言う方 で、はい、で西野さんはそれを聞いてる人で、おお、そうだな、うん、そうなんですか、そうだなっていう、もう聞く。西野さんのすごいところはやっぱり質問力っていうか、みんなをその気にさせるっていうか、上から命令する人じゃないですよ。それと真逆のトルシエ監督聞きたいんですけど、98年にその後ですよ、はい、日本代表コーチ就任されるじゃないですか、うん、これきっかけなんだったっすか、その補佐するきっかけ。98年、はい、97年までユースの監督してたんで、はい、97年終わってジュビロにうん、まだ出向だったんで、もう終わったらすぐ帰ってこいって言われて、日本代表の協会ってたのは出向だったんですか？はい、はい、それ条件で、うん、まあ、ジュビロが出してくれたんで、はい、うん、で97年に、ジュビロにちょっとフェリッペが監督だったんで、はい、その時ジュビロ代表監督が監督で、その時は、まだ、うん、教会の派遣で行ってた時か。で97年のワールドユース監督 で終わって7月だから世界が動くんだ。フェリペが、まあ、ブラジル代表の、まあ、すぐには結局ならなかったんだけど、はい、そういう候補とかにもなってて、うん、で俺はもうブラジルに帰るみたいなことになってて、はい、帰っちゃった、うん、でコーチで、はいはい、うん、でもその時初優勝して運よく、はい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 、フェリペの遺産が大きかったんだ。ウンガがいた時ですよね。ウンガ来て2年目とか。そう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 。フィリピンの練習はすごい面白かったけど。あ、そうなんですね。はい、まあドゥンガもやっぱり一目置くぐらいフィリペはもうきちっとしてたから。そうなんです。でフィリペいなくなってドゥンガがもう親分だから。監督になった。監督。監督じゃない。ピッチ上の監督みたいな。まあドゥンガにいろんなことは教わったな。そんなことを考えてサッカーしてんのっていうことはもう日常会話になるから。僕のがコーチで向こうが選手なんだけど教えてもらうことだらけ でそこから代表のコーチになるんですよね、うん、ジュビロにだから1年戻って、ジュビロに1年戻ってその後代表の、うん、その後代表のコーチで、トルシエさんが来る、うん、これトルシエさんはどうだったんですか、うん、彼のマネジメント力はすごいと思ったな。ホームアドバンテージがある中で日韓ワールドカップ臨むじゃないですか、うん、俊介さん、うんうん、ここ外れたじゃないですか、うんうんうん、難しい判断だったと思う。
ベスト16でトルコ戦、まあまあ大きく大胆に変えたような気がしたんですよ。キープレイヤーとか特徴とか全部こう入ってくるんだけど、全然違うことやってきたから。